皆さんこんにちは、マリサだぜ。今回は戦艦金剛に乗っていくぜ。ウプ主が3時間かけて戦艦を開発してくれたから乗り回していくぜ。念願の艦隊決戦だぜ。この 35.6 戦機構がいかついな。今回はウプ主のフレンドと軍隊を組んでいるぜ。よろしくなんだぜ。金剛は高速戦艦で速力が速いのはいいんだが、下がりたい時に下がれないからな。よく周りを見なきゃな。この角度から見る姿はいいな。やっぱ戦艦は海の王者だな。この高火力で敵を打ち負かしてやるぜ。ちなみに弾着射撃できるように観測器がついていて、そうすると島で影になっている敵も狙うことができるんだぜ。だけど視線が少し上になるから、ズームした時よりも偏差が難しくなるから、コツがいるよな。でもその代わりピンポイントに砲弾を当てることができる。さてと敵に発見されたが姿が見えんな。おそらく隠蔽性が高い巡洋艦か何かかな。ちなみにこの前ウプ主が使っていた古鷹は隠蔽性が高くて、うまく立ち回ればかなり強いらしいぜ。奥に敵艦が見えたな。あいつを狙おう。突然の駆逐艦の雷撃を警戒しつつ、微速前進。ここで観測機射出。敵艦の進路を読んで。よし、しゃ。なんかセリフ横取りされた気がするが、まあいいか。敵艦が見えなくなったか、さて当たるかな。一発命中の機能停止。敵艦が少し舵を右に切ったのか。第二停車するぜ。挑戦終わる。今度こそ、撃て。左側から攻撃を受けたな。敵の巡洋艦がいたんだな。距離もあれだからあいつを狙うか。全飛砲を撃てるように取り火し、先ほど撃ったやつが命中したな。やはり遠くのものは偏差が難しいな。おっと、目の前にも敵がいるのか。消火させるぜ。お、操舵不能か。でも修理されそうだな。巡洋艦は島に隠れたから目の前の駆逐艦を狙うぜ。そろそろ副砲が起動するはず。PC 版はブリッツと違って、魚雷連射ついてたら即溶けするからな。この 35.6 戦機砲で沈めてやるぜ。副砲が働いてくれてるな。当然行くぜー。普通こんなに砲弾受けてたら、更新するのにこの生命力。なんとか副砲で沈めたな。巡洋艦が向かってきてるな。あいつを狙おう。舵を左に取って、飛行停車できるようにするぜ。自動副砲というのもあって全然当たってないな。沈めたが、やばい魚雷、2箇所に浸水を受けたか。応急修理させたいがさっき使ったから、直せられない。ダメコンを使おう。ここで敵艦の攻撃受けたら最悪の場合沈む。とりあえずあいつに狙いを定めておくか。ここで少し余談。先日、ウプ主が突如ライブ配信を始めたぜ。その時、この戦艦ゲームの配信してたらしいんだが、ゲームに熱中しすぎて、ライブの画面が重いことに、気がついてなかったらしいぜ。なの
で奥村がライブ配信についてもっと知りたいらしく、誰か教えてくれないかと言ってるぜ。誰かわかる方がいれば、うつ主のツイッターの DM に来ていただくと嬉しいぜ。さてさ、敵も後にせっか。よし、勝てるぜ。お、あれは味方が敵戦艦を撃沈したな。結果は2隻撃沈の 26,684 ダメージ。広角への命中が欲しかったな。フレンドさんは撃沈数は0か。それでも偵察情報が得れたからすごい助かったぜ。それではこの辺で、ご視聴ありがとうなんだぜ。